船のところ開放できんかな。ちょっとそれを行ってみましょうか。あれ？誰か来た。勘定奉行の人だ。捕まっちゃう。離島に出入りできない。ああ。ダメなのか。じゃあ、素直に、やっていきますか。ここなんだ。あ、火つければ料理できるってとこかな。まあ、おそらくそれだけでしょう。後で来るかな、こういうところ。このところ行けばいいのかな。関所があるって言ってましたね。関所？あ、そこか。ああ、なるほど、行けそう。お待ちを。通行証をお出しください。通行証？鳴神島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。やっぱり。まあ、当たり前って感じですね、これ。なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。作業所が俺たちのことを知ってるなら。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。なになに？お、なんか光ってるな。不思議な本のページ。へえ、そんなものがここら辺にもあるんですか。そう、勘定奉行所のおいらさんに会いに行くっていうこと。この中か？待て、ここは勘定奉行所。部外者は立ち入り禁止だ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ。さもなくば我々が。いや、待て。お偉いさんか？奉行様、この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ、来るといい。話は中で聞こう。今の聞いたか。申し訳ない。まあ、規則ですからねーって感じですけど。日本人だから受け入れられてしまうのかな。俺、ここ一回来たような気がするな。私は柊木慎介。勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて、実に光栄だ。こちらも光栄ですよ。まあ、そうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。オイラたちって有名なのか？気を良くしもてまちすろんね、だ。ほんと。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間が、この世に何人いるというのだ。確かにな。おっしゃる通りだ。それと、リーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中、彼らの執行官を倒したのは本当か？そんなことも知ってるのか。確かにハンターだぞ。本当に噂は広いですね、流れるやはり本当だったか。どうしたんだ？いや、なんでもない。ただ君たちを称賛しているんだ。まあ、最後は彼らの思惑通りでしたけどね。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。
そう言ってくれるとありがたいんですけどね。お二人は熱心な方だと聞いている。熱心な方、我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。またお使いの時間よかった。それなら、それなら知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。お、いっぱい持ってるよ。それを取ったことあるから知ってるぞ。リーゆえに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。300個、新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。取り終わる頃には新鮮じゃなくなってる。おっと、そんなに面倒なことであったか。うん、そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。どっちがいいんだろう。どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。ははすまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。お、なんでしょう。朝顔、朝顔ボタンかな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか。まずは状況を調べてくる。さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。何か利用できるのかな。本当にあんな依頼を受けるのか。おかしすぎるぞ。まあ確かにおかしい依頼でしょ。いやー、早くあの大地に踏み入れたいね。さ、ということで離れるだけでいいのか。そこだね。お待ちを。うん、しんのすけ来たか。え、オイラたちがどうかしたか。お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか。それにお前このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ。まあ、ようやくしてくれましたね。そういうことでしょう。自信を交わしたから。こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよう。6時から夜の時に何かあるみたいですね。これぐらいの時間でいいかな。そんなに遠くないか。ああ、裏か。さあ、どんな話が出てくるんだろう。枯山水の上歩いちゃ怒られるけどね。ですね。私は柊千里と申します。お会いするのは2度目ですね。何卒よろしくお願いします。おお、本当に柊家のお嬢様だったんだな。お会いできて嬉しいですよ。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。お、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ。その
お手紙を届ける依頼についてです。ほうほう、なんでしょう。お前やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴上島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかしあなた方は鳴上島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。取引ですね。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。ほうほう。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。身分の高そうな女性、女王かな。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。ほうほう。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。菓子屋さんに行けばいいということですか。じゃ、どこだ。ここか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。